津市の三重県警察学校で半年間の初任科教養を終えた40人が卒業式に臨みました。卒業生は佐野智樹本部長の訓示を受けて代表が決意を述べました。何事にも全力を尽くして取り組んでいくことをここに誓います。卒業生は今日午後から警察署に配属され、警察官としての第一歩を踏み出しました。